皆さんこんにちは、りょうこのハッピーライフトーク、パーソナリティの山本りょうこです。よろしくお願いいたします。暑い日が続きますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も楽しく番組をお送りしていきたいと思います。まずはバナースポンサー様のご紹介からさせていただきます。シェアショップそら豆、スタジオ会場協力、もっと楽しく、もっと自分らしく、笑顔の家づくり、ウィングホーム株式会社様、ありがとうございます。森の石松と、あ、もみじの名刹、遠州森町大動員、ありがとうございます。おもぎ虫とマッサージ、生理痛改善サロンカウピリ、ありがとうございます。ママの笑顔、家族の太陽、ドリームボード講師、坪井美紀様、ありがとうございます。複合施設 DC キャッスル様、ありがとうございます。神谷新旧社のびのび様、ありがとうございます。心理カウンセラー吉本みかん様、ありがとうございます。抱っこで産後エクササイズ、お寺でベビーダンス、皆川由紀子様、ありがとうございます。パレスホテル掛川、ありがとうございます。ワッフルのお店サムズカフェ様、ありがとうございます。世界で一つの贈り物、日本ハーバリウム協会認定校、アトリエシャルマン、ありがとうございます。以上のスポンサー様のおかげで、掛川 TV は楽しい情報発信の場を提供できております。ありがとうございます。いつも掛川 TV をご覧いただきありがとうございます。皆様ぜひ Facebook ページへのいいねや YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、りょうこのハッピーライフトーク始めていきますけれども、今日はね、私の番組史上初めてこんなに大勢の方にね、ご覧に来ていただいたので、ちょっとなんかね、大変なことになってます。私の中で一つちょっと皆さんに伝えたいことがありまして、この夏、私の母校がね、甲子園に出場することになりました。わーい、嬉しい。私毎年この夏の予選の時すごく楽しみにしていて、今年もいけるかな、いけるかなってなってて、で、ちょうどね、決勝戦が私の妹の母校と対戦になってて、姉妹対決みたいになってたんですけど、そう、なんとか勝ち進みましてね。ちなみに8月の7日が第1回戦、第2試合が第1回戦ということで、皆さん静岡代表を応援しましょうということです。ちょっと言いたかったみたいで、そういったね、甲子園でよくこう目立つ応援でしていただいてるが、部活ってあるじゃないですか、吹奏楽部。そう、その部活ね、私も応援も行ったことあるんですけども、もう率先してね、応援の曲を弾いて盛り上げてくれてるっていう、こういった楽器を皆さんご覧になったことがあるかなと思うんですけれども、今日はゲストにそういった楽器を演奏していただく皆さんに来ていただきました。ゲストをご紹介いたします。本日のゲストは吉田ブラス音楽団の皆様6人の方です。よろしくお願いします。では真面目に団長の皆さん、ちょっとどうかと思ってメンバーの方のご紹介をお願いいたします。はい、吉田ブラス音楽団団長を務めております三輪と申します。お願いします。あとはパーカッションです。パーカッション、はい、パーカッション。じゃあ順番に副団長の陽子さんです。トランペット担当です。トランペット。同じく副団長のなっちゃんです。なっちゃん、ユーフォニアム担当です。お願いします。広報担当のゆいちゃんです。広報担当です。音楽部もお願いします。はい、同じく広報担当のりっちゃんです。グラリチャット担当です。以上吉田ブラス音楽団と申します。
吉田町を拠点に演奏活動をしております、市民吹奏楽団です。まだねできて実は3年なんですけれども、はい、若い楽団で現在30名ほどで活躍してます。あの、ね、やっぱり甲子園とかね、うん、そうそうそう、うん、野球には欠かせない、うん、そうですよね、吹奏楽団で出たことある方いらっしゃいます？あ、で母校が出ました。あ、されました。ね、ちょっとあの卒業した OB の方が出たから、はい、現役の時は残念だから。あー、ね、はい、ありますあります。はい、ありがとうございます。で、活動のことをお伺いしたいんですけれども、よろしいですか？はい、すごい緊張しちゃってても大丈夫です。どんな活動されてるか教えてください。はい、今までの活動としましては、毎年行っているものでは、4月に春の音楽会と称して自主開催で演奏会をしています。こちらは、大人向けの演奏会で、懐かしの曲だったりゆったりと聴けるような曲を中心に選んでいます。で、6月にはミュージコフェスティバルという演奏会に出演しています。こちらは近隣の吹奏楽団や中高の吹奏楽部とともに順番に披露をしていく音楽祭のようなものです。で、12月には、こちらも自主開催なんですけど、クリスマスコンサートを子ども向けにやっております。で、演奏だけじゃなくてお菓子巻きだったりじゃんけん大会など楽しめる演出もしています。で、今言った3つの演奏会は全て無料となっております。無料、はい、はい、ここ注目ポイントで、無料ですね。はい、で、その他にも近隣の病院であったり保育園、児童館などでも演奏依頼を受けて演奏する時もあります。このような形で活動しています。実はあのこのご縁はですね、私去年自分の子供が通ってる保育園の保護者会長をしてまして、そこで夏祭りでね、どなたかなんかこうね、吹奏楽の演奏を聞きたいねっていうのを役員の中で話が出てて、そこでいろいろ検索してそしたら、そうそう、近くのね、お隣のね、私牧野原に住んでるので、お隣の吉田町で活動している楽団があるだっていうことで、連絡させていただいて、保育園のそこのホールみたいなところでね、演奏していただいたご縁なんですけれども、そう、すごくね、子供たちもちょっと踊っちゃったりなんかしてね、演奏しながらね、そうそう、そんな感じで楽しい演奏で、結構もう30人いらっしゃるので迫力もあるし、楽器に触れることって本当に親がそれ好きでそういうのに連れてコンサートに連れていくとかそういうことがない限りはね、なかなかね、接点がなかったりもするので、ちょっと子供たちに話ができてよかったかな、うん、そういう場を提供できてよかったかなってすごく思ったんですけども、っていうのが私があったので、で、お伝えしたいことがあるということで、あ、はいはいはい、担当なっちゃんでしたっけ？なっちゃんです、なっちゃんです、はい、なっちゃんです。なっちゃん、はい、何を、あ、はい、吉村ではただいま団員を募集しております。はい、楽器やりたいなという方ぜひ入団してください。お願いします。じゃあ、吉田村村楽団に入ったらどんなメリットがありますかね？はい、実は3つ主に用意してきました。はい、1つ目は自分の年代と違う人とも仲良くなれることです。お、年代、あ、年齢層とかどんな感じです？あ、10代から10代から50代ぐらい、あ、そこ動かしてます。なかなか普通じゃ会えない年代の方とも話ができたりとかできるっていうのでね、楽器を通して、そうですね、なんかちょっと絆含まる感じですよね、きっとね。はい、はい、ありがとうございます。お姉さん方が優しい、お姉さん方が優しい、本当にそれ伝わってくる、ビシビシ伝わってくる、圧ではない、圧ではないですよ、優しさがね、優しさ、優しさがね、こう後ろから見守る感じがね、いいかなと思います。入団の条件ってあります？あ、はい、条件としては、うん、楽器を持っている人が対象なんですけど、楽器も自前のね、自前の楽器がいりますよ、はい、ですから、はい、パーカッションとかチューバ、うん、あとホルンなどは、うん、相談なので、
相談していただければと思います。あ、そっか、なかなかお高いですか、はい、こういった楽器は自分で持つにはね。そうですね、そうですね、パーカッションも自分で何を持ってるんだってことになっちゃうな。そうですよね、手ぶらで、手ぶらで、手ぶらでいいそうです。で、あと入団からの、入団してからの流れなんですけど、うんうん、2ヶ月お互いにお試し期間を設けさせていただきまして、うんうんうん、で双方の合意のもと正式に入団となっております。2ヶ月の間に、じゃあ何回ぐらいその間に練習回数とかってありますか？週に1、2回、1、2回、はい、なので4回8回ぐらいはちょっと、ね、お見合いじゃないですか、合うかなみたいな感じでね、はい、うんうんうん、見てもらってで、うんうん、じゃあこれなら入りたいよっていう方は入団していただくという形になっているということですね。はい、なるほど、はい、ございます。あの、どれくらいのレベルがあれば入団できますかね。ね、そこ気になるよね。でもちょっとこんなのも触ったことないよみたいな感じだとちょっとね、あの、どうかなっていう部分もあるかと思うので、一応団員の中には初心者の人もいるんですけど、うんうん、いらっしゃる。あの、楽譜が、まあ、読めることがまず条件だと思うんですけど、楽譜が読めること、あと楽器の指が分かる、楽器の指が分かる、楽器の指分かんないとちょっとどの音出していいか分かんないですね。一人である程度吹けて、その上で合奏をしていますので、それぐらいはね、はい、うん、じゃあある程度ソロで練習しといていただいて、はい、で、まあ、合奏ができるぐらいのレベルっていう感じが必要ですかね。そうですね、そうですね、はい、わかりました。あとはパー、特に募集しているパートとかあります？ あります、はい、まずパーカッション、パーカッション、パーカッション欲しいです。お願いします。あとホルンとチューバと、あとトロンボーンです。ホルンとチューバとトロンボーン、はい、ホルンとチューバとトロンボーン、はい、で、主に毎週月曜日に吉田町片岡会館にて練習しております。お気軽にお越しください。月曜日、月曜日の何時からですか？7時からですか？はい、7時、夜です。なので仕事終わってからでもいいですし、学生さんなんかはなんか、ね、学生さんもいらっしゃいます。あ、でも学生さんもいらっしゃるということで、じゃあなんか高校でやってたけどちょっともうやれるところがなくなっちゃったよみたいな、ね、方とかでも、あと社会人になっちゃってから楽器はあるんだけどちょっと持て合わせちゃって一人で服にもなんかなみたいなような人とかね、そういう方でも入っていただくといいですよね、きっとね。そうか、そうか、はい、わかりました。結構年齢層も幅広いということで、ただ触れない方がいい。そう、なんかでもなんだろう、会社でのそういう、ね、10代と50代とやっぱ上司と部下みたいな感じになっちゃうけど、そうじゃなくて、あの、同じ演奏会とかを目標にして、あの、活動していくってことはね、やっぱり絆もちょっと違うだろうし、うん、あの、話する内容とかもまあね、あの、もしかしたら若い子の方ができて初心者の方あれだとちょっと教えてもらうみたいなこともできたりとかね、その辺がちょっと年齢を超えたこのつながりみたいなのがあってすごくいいんじゃないかなと思いますけれども、うん、というところですけども、そう、じゃあ今後の活動の予定担当の方、何ちゃんでしたっけ？ゆうちゃんです、お願いします。12月には吉田ブラス恒例のクリスマスコンサートを行います。クリスマスコンサート、片岡会館でお菓子巻きをしたり歌ったり踊ったりして楽しめるような曲を演奏する予定なので、ぜひお子さんを連れて来てください。そして12月8日日曜日には3年に一度吉田町で行われるイベント第九で第九を歌おう in 吉田に出演する予定です。第九で歌おう in 吉田は主として2部構成で、第1部で吉田中学校吹奏楽部や掛川オーケストラ、そして吉田ブラスの演奏があります。そして2部で第九第四楽章の合唱演奏があります。3年前の2016年の第九で初めて吉田ブラスが演奏を町民の皆様の前で披露したという、思い出深いイベントでもありますので、団員みんな、あの、気合を入れて練習しております。成長した吉田ブラスの演奏をぜひ聴きに来てください。そして、はい、あの、詳しい、あの、日程や出演時間は後日 SNS の方にアップする予定なので、ぜひ吉田ブラスで、あの、検索してもらって、インスタグラムやツイッター、フェイスブックをフォローして
チェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。Facebook とインスタとツイッター、まあ、どれか多分引っかかりますね皆さんきっとね何かしらやってると思うのでフォローしていただければいいかなと思います。もう一度見させてくださいその予定を、はい、私ね去年このクリスマスコンサートに、ボランティアで参加させてもらってることがあっていたんです実は。綿菓子作ってました今年もやりますかね綿菓子やりますかじゃあ私も行くかもしれない綿菓子用品で行くかもしれないですけど本当に子供さんもねいっぱい来ててで知ってる曲もやってくれるからちょっとその場でこうノリノリになってるお子さんもいたりとか、うん、で私ね綿菓子とかあとジュースとかコーヒーも販売とかされてましたよね、うん、そんな感じでちょっと食べるものとか飲むものとかも用意しながら飲みながら食べながらで演奏を楽しめるっていうことでそうクリスマスの時期にねすごくいいなと思って、うん、そうぜひちょっと、まあ、夏場に冬の宣伝してても申し訳ないんですけどそういいなと思うので言ってもらいたいと思うのとあとこの大工がねすごい気になりますよね大工、歌うのは皆さん吉田町の方なんですかね歌うのはそうですかね、うんうん、で歌う方の伴奏をされるではなくて合奏を先にするっていう感じですね前奏でなんか曲目とか決まってるまだそれが決まってるまですなるほどそうですよね今までそうそうや演奏された曲とかがもしすぐ出てくるのがあれば教えてもらうと今練習してる曲とかでもいいんですけどはいドラえもんをやっててで吉村ではすごい今名物がありまして、うん、名物があるよドラえもんの寸劇を寸劇はどこで見れる見られますクリスマスかもしれないかもしれないかもしれないドラえもん役がすごい寸劇すごいドラえもんがいたドラえもんがいたミュージックでもやっちゃったんだ。あ、ミュージックでもやっちゃった。ちょっと、ちょっと、結構会場が沸きました。あ、沸きました。寸劇ね。ドラえもんと他にも他にメンバーいますか？あ、います。のび太。のび太。静香ちゃん。静香ちゃん。ジャイアン。あ、結構フルメンバーでいますね。しかもミュージックだと割と演奏して終わっちゃうような楽団が多いけどもそこを寸劇を入れて曲も入れてですねすごく楽しそう私にやりますね、そこもあの演奏だけじゃなくてそういうのもやるんだっていうのがねすごく楽しいなと思いますけどもなるほどそこがクリスマスコンサートで見れるといいですねさすがにちょっと大工じゃできないですよね大工はでも電車も決まってるねまずねまずねで大工は入場料が1000円あるよってことで、総合体育館でされ行われるということでここがじゃあ一般的な方が参加できるようなコンサートになってるかなってことですよね、うんうん、なんで先に大工が来るかな8日にここがちょっとまだ分かんないですね日付がね、うん、っていうところだと思うのでぜひこの楽しい雰囲気をね寸劇がすごい見たいです見たいですそう合奏ももちろんそう素晴らしいので聞いていただきたいんですけれどもそういった雰囲気の楽しいところもね見ていただければいいかなと思いますけれどもちょっとまだ少しお時間があるのでお一人ぐらいの方になんか楽器の魅力みたいなのを教えていただけたら魅力姿で歌って自分のお持ちのはいこれちなみに何ですか？ユーフォニアム。ユーフォニアム。ユーフォニアム。ユーフニアムなんですね。はい、ニウムだと思ってた私。あ、ごめんなさい。ニアムですね。はい。ユーフォニアム。今なんか京都アニメーションのアニメで、うん、響けユーフォニアムっていうアニメがあってすごい売れたんですけど、それで主人公が吹いてる。吹いてる。この楽器で、今まで本当誰も知らなかったんですよ。うんなんか。うん、楽器やってない人は、うん、UFO って何みたいな、そう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 なんかね、そうそうそういう部分があるなってたんですけど、うん、そのアニメのおかげで、あ、割と知名度が上がってきたからね、はい、すごい有名な作品ですよね。
あ、そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、何しますか？ん？出せないですかね。今ワンスピースする。あ、ないないないですね。まあ一言でじゃあこちらの魅力、低い音が出る。あ、中音域、中音域、低い音も出ますし高い音も出るっていうすごい柔らかい音色が出ますという話で、こういった楽器を演奏していただく皆さんなので、ぜひここのねコンサートに足を運んでいただければいいかなと思います。そろそろお時間となってしまったので、両方のハッピーライフトークこの辺で終わりにしたいと思います。来月は9月の1日9時半から掛川 TV 空豆スタジオやりますので、ぜひぜひご覧ください。本日のゲストは吉田ブラス音楽団の皆さん6人の方に来ていただきました。ありがとうございました。